東京臨海福都心東野潮船の科学館船の科学館は公益財団法人日本海事科学振興財団が運営する海事博物館。東京都品川区東野潮の現東京臨海福都新地区に1974年7月に竣工、開館した。2011年10月に本館展示を休止し南極観測船、宗谷の展示公開と 国外展示場での収蔵物展示を中心に、博物館として営業しており、体験教室など各種イベントを継続して実施している。財団法人日本船舶振興会が、モーターボート競争の収益金を、世のため人のために活かす事業として、海事博物館を構想、1967年に日本海事科学振興財団を設立して、会館に至ったものである。 船舶や海運、海洋開発、海上保安に関する事柄を中心に、船舶の構造、歴史の解説やエンジンなど各種機器の展示を行ってきた。1974年7月20日に三協設計の設計で開館し、開館当時は現在の東京臨海副都新地区最初の建築物といえる建物だった。1978年からおよそ1年間にわたり、 道館周辺で開催された宇宙科学博覧会では、1期2期の、両期で1100万人もの来場者を集めた。開館以来、道館の運営には、日本財団が、ボートレースの収益をもとに助成を行っており、協定と関わり合いの深い施設である。2011年9月30日をもって、本館展示を無期限で休止するとともに、生館連絡船。 呂亭丸の展示保存を終了した。本館は開館後37年が経過して、施設建てや展示内容許に老朽化が著しく、呂亭丸については維持費負担の点から国内団体に無償状とされることになった。休館は同年7月1日に公表された。7月20日から休館日までは、車温価格として入館料が大人200円に、 引き下げられるとともに企画展やイベントなどが開催され、休館前の2ヶ月間で12万人以上の見学者が来館した。最終日は、料亭丸の模擬出向などのセレモニーが実施された。本館展示休止中は、本館展示や収蔵品を撮影した画像等を公式ホームページに掲載し、インターネットを通じて公開するという、バーチャル博物館の試みを推進するとともに、 資料の貸し出しを行う海と船の博物館ネットワークの試み、本館展示のリニューアルを検討するとしているが、老朽化した本館施設の処置も含めて具体的な内容は明らかでない。2011年10月1日以降も南極観測船、宗谷と屋外展示物の公開を行っており、2017年までは体験教室プールで各種イベントを開催していた。 また、2012年1月2日からは新設されたミニ展示場にて、本館収蔵資料の展示公開を開始し、2020年現在、別館展示場と呼んでいる。2016年には、隣接地での東京国際クルーズターミナル建設に、伴い、宗谷の展示場所を台湾三橋に移動した。宗谷、別館、屋外展示ともに入場無料。 本館2011年10月より展示休止中。建物自体が英国のクルーズ客船、クイーン・エリザベス2号をモチーフにした大型客船の形をしている。展示内容も実物の船の構造に合わせ、1階が機関関連展示及び船の歴史、ブリッジを模した構造の6階が操脱室関連展示になっていた。 一階の中心に設置された巨大な船舶用ディーゼルエンジンは実物で館建設の過程で搬入設置したものである。船の煙突、マストに相当する部分は展望台になっており、航海訓練所の練習船や南極観測船の出港に際して展望台への信号機形容と機的水面での見送りが行われていた。また、東京港内の信号所を制御して、 高校管制を行う東京海上保安部交通管制室が本館3階にあり、開館中は業務風景をガラス越しに見学できた。2012年1月に公開された展示施設で公開当時はミニ展示女王と呼ばれていた。売店マリンショップだった建物を改装し、操船シミュレーターや船舶模型など本館収蔵資料を展示している。 別館、南極観測船、宗谷、青函連絡船、陽帝丸以前は、宗谷、陽帝丸の2席が係留されていたが、現在は宗谷のみになっている。2006年頃まで、本館、宗谷、陽帝丸共通入管券という本館入管券に、大人300円増しの券、あるいは、ぎしぎし丸と宗谷のみの陽帝丸券が必要であった。その後、本 宗谷入管券となり岸西丸が名目上無料開放された後、2008年頃に本館、宗谷共通入管券も撤廃された。以降本館展示休止までは、幼邸丸、宗谷には本館入管券を提示するか、運営維持費の募金を求められていた。2018年6月1日、プールのあった敷地にパラスポーツ専用体育館の日本財団パラアリーナが建てられ、 運用開始した。2020年4月3日、日本財団は、新型コロナウイルス新規感染者の病床不足による、医療崩壊を回避するため、軽症患者向けベッドの設置を発表。同年7月30日、日本財団災害危機サポートセンターが完成し、メディアに公開された。当選が見当たらなくなっており、防止されたものと、推測される。 船の科学館体験教室プール2008年シーズンを最後に34年間の遊泳の営業を終了したシーサイドプール営業当時の入場料金は大人1800円、子供900円。なお、入場料は船の科学館の入館料もセットとなっていたため、館内や南極観測船、宗や静観連絡船、洋定丸などを見学可能であった。 体験学習一周、約200メートルのプールを利用した体験教室。実際のシーカヤック、カヌー、セーリングカヌーに登場し、それを操作することで船の基本や知識を学ぶ。操船体験や遭難体験などが開催されていたイベントでの運用。ありがとうございます。